生はと。おほ、そうですか、そうですか。え、じゃあなん、占いなんて信じちゃいないんですがね、ついつい見ちゃいますね。これは会員番号24番にゃんこにゃんこクラブのマヤさん。これがあのアイドルのマヤさんですか。僕の憧れのお姉さんだったのに。確か最後にお会いしたのは僕が幼稚園児だった頃。これがマヤさんの今のお姿ですか。年月のいたずらとはなんて恐ろしいんでしょうか。残酷だな。もうわかるでしょ。でも冷静に考えると園児だった僕も大人になっているんですから当然のことなのね。あと何年かしたら僕も目も当てられない老人になってしまうのかしら。もうやだな。そうだ、老人といえば。なあなあお嬢さん、なんかも萌えさんに似ておるの。どうじゃろう、この寂しい老人と今夜いっぱいどうですかな。最近よく会っていたからあのじいさんが浮かんじゃいましたよ。絶対あんなゲスなじいさんにはなりたくありませんよ。ああ恐ろしい恐ろしい。あんぶだぶだ。僕のことだからきっとダンディーなおじいさんになると思いますが、今のうちから油断せずかっこよく年を取る準備をせねばなりませんよ。そういえば最近僕のお腹のあたりのお肉が気になってきているのね。立派なお腹ですよ。もうベジタリアンになったというのになんだか以前よりも太ってしまったのね。あ、そうだ、ベロニカさんにすっきり痩せられるようアドバイスをお願いしようかな。なんてったってベロニカさんはスーパーモデルですからね。お知り合いってだけで僕までスリムになったような気がしますよ。気がしただけですけど。でもベロニカさんのことだから。ほら競争、サボるんじゃないよ。もうダメです。痩せたいんだろ。動けませんよ。ほらまだ5分も経ってないぞ。もうちょっと休ませてください。ほら立って立って。わかる。何言ってんの。僕きついですよ。なんだって。お前が痩せたいって言ったから忙しい中コーチしてやってんだぞ。ベジタリアン生活でそんなにブクブク太っているのは運動不足だからだ。それ以外はありえん。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ。ほら休ませてください。でももう3キロは痩せましたよきっと。痩せてない痩せてない。お前それ以上太ったら本当にヤバいぞ。それでも競争か。ほらほら。何言ってんだ。ほら立ち上がるんだ、この醜い豚野郎が。女王様とも呼び。てなことになりそうですよ。ベロニカさんってああいうところは平気で鬼になりますからね。怖い怖い。鬼に頼むのはよしておいた方が身のためなのね。占いなんて信じちゃいませんけど、女難が出てたしな。これはしばらくは甘いものやカロリーの高いものは控えることに決めましたよ。文化系の僕は運動でのカロリー消費はすぐに限界が来てしまいますからね。しかし老いとは恐ろしいのね。そういえば白髪もちらほら増えてきてるし、若さを保つってのは男女問わず永遠のテーマなのね。僕競争です。こんにちは。
おー、マリアさんいらっしゃいませ。寒い中よく来ましたね。どうぞどうぞ。どうもありがとうございます。あの、これどうぞ。朝から並んで買ってきました。この間話したベジタリアンも大丈夫な大人気のケーキですよ。マジですか？いっぱい買ってきたので一緒にお味見しましょう。ね、ね。僕の分もあるんですか？はい、ありますよ。じゃないとただの見せびらかしじゃないですか。そうですよね。ああ、嬉しいな。ねえねえねえ、さささささささ、お味見しましょう、お味見しましょう。さささささ。そんなに焦らなくても大丈夫ですよ。あ、はい、フォーク。あ、どうもどうも。なん、ああ、甘い。ケーキ最高。この甘さはやみつきになりますね。あ、本当だ。美味しい。噂通りですね。あ、教祖さん、ほっぺにクリームついてますよ。うん、取ってあげますね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。そんなことぐらい自分でできますよ。うん、美味しいですね。マリアさんのイチゴ、いただき。取らないでくださいよ、私の。